どうもこんにちは。今回はですね、久しぶりのキャンプに出かけてきました。年明けからのまん延防止措置で地元からなかなか出られずにいた2ヶ月間でしたが、ようやく外に出られるということで、どこに行こうかね、かなり悩みました。悩んだ末ですね、久しぶりのキャンプということもあり、一番最初にキャンプをした場所、思い出の場所でもある山口県の周防大島へ行ってきました。この大島まで行く道と、大島着いてからの道のりですね、両方ともですね、ドライブコースとしてはですね、海を見ながら進むことができるので、かなりいいドライブコースだと思います。せっかくキャンプに行くっていうことと久しぶりっていうこともあってですね、連泊したくなりまして、2泊3日の連泊キャンプ、今回は1日目の映像になります。今回やってきたのは周防大島町青少年旅行村。オートキャンプ場ではないので台車で荷物の運搬をする必要があるんですが、ここの景色は本当に格別です。この日のために用意したグランドシートを敷いていきます。こちらのグランドシートのサイズは 140cm×220cm、 値段的には1490円とかなりお買い得なんですが、しっかりとですね、グランドシートの役割を果たしてくれました。今回の2泊3日のキャンプで使うのがこちらのテント、ユニジアのスペースドームというテントなんですが、幅が 140cm で長さが 220cm、 高さが 120cm のテントになっています。よくあるテントのような感じでですね、ポールをクロスして組み立てるんですが、ちょっとね、変わったところがあります。それがこのクロスポールと呼ばれるもので、これを利用することによってですね、テントを内側から外側に突っ張ることができます。この手のテントはですね、上に行くに従って狭くなっていってしまうので、どうしても中に入ると圧迫感を感じてしまうんですが、この構造によってですね、テントの中の空間がほぼ四角形になります。これがすごく優秀で、テントの大きさは変わってないんですが、中の空間がめちゃめちゃ広く感じます。それでは今回お邪魔したキャンプ場を少し見ていきたいなと思います。久しぶりに来ましたが、かなりね、様変わりしてました。自販機も前はなかったような気がするし、こういった薪の販売なんかもね、されてなかったような気がします。薪はですね、詰め放題で500円だったのかな、かなりね、安く買うことができます。こ
ちらがですね無料でレンタルできる台車なんですが、構造的にちょっと運びにくいかなという感じがします。で、いざという時にですね役立つ公衆電話、公衆電話なかなかね見ることなくなりましたが、ここには設置されていました。で少し坂を下っていくと、シャワー室、シャワー室やトイレなどがあります。ゴミ捨て場もね一応あるんですが、ゴミは必ず持って帰ることという張り紙がしてありました。なのでゴミをですねこちらで捨てることはできません。こちらがキャンプ場の前景なんですが、ちょっとね横を見てみると、なぜかここにはゴミがねたくさんあったりします。ただこれもね前来た時はもっとたくさんゴミがあったんですよ。なので月日が経ってね結構片付いたのかなという感じがします。でもう少しね木も生えてたような気がするんですが、木もね結構刈られてるのかな。まあ、前に来た時とは結構変わったんじゃないかなという感じがしました。でこちらがですね炊事場なんですが、こちらでは水道を使うことができます。灰捨て場も設置されてましたので、灰もねこちらの方で捨てて帰ることができます。まあ、キャンプ場としてはですね設備がすごく整ってるとかそういったことは全くないんですが、やっぱりですね目の前が海っていう絶景ですよね。これがこのキャンプ場のいいところかなと思います。今回の料理はですね簡単な定食を作ってみたいなと思うんですが、まずはですねメスティンでお米を炊いていきます。
メスティンでご飯が炊けたので、メインの料理を作っていきます。それではいただきます。
ですね。